ね、あの土地を止めています。あのね、
以前にも来たことがね、ありますよね。あります。多分何回か来てると思うんですけど、今日ね、なんかデイがね、休みということで、なんかね、あのお客さんっていうかね、見て演奏聴いてくれる人、なんか3人ぐらいしかいないって聞いてたんですけど、こんなにね、ねえ、ねえ、そうそう、いっぱい、いっぱい、おい、ふなたさん、今日は結構ね、あの皆さんの青春時代の歌を用意してきたんでね。次はあの村田秀夫、当時150万枚のね、大ヒットを飛ばしたあの吹けば飛ぶような将棋の駒よという王将、一緒に歌いましょうね。空が青くて、ね、
思いもの、うん、歌聞いててね、あの眠くなっちゃったら寝ちゃっていいですからね。なんか俺もね歌いながらこう寝ちゃうときがあるけど。いやダメや、寝ちゃって今 TV 最中だ。じゃあ、あの知ってますかね皆さんね、あのバタヤンで知ってます、田畑芳雄、うん、田畑芳雄ね、田畑芳雄のあの中空の春というね、知ってるかな、知ってるかな、中空の時思い出してもらって。その主さん、主さんっていうのはね、誰なんですかね、主というね、ご主人様の主なのかね、韓国人か、韓国人ね、主さん、主さんってね、これ初めて聞いた時にね、あれ主さんじゃなくて俺西さん、西さんって、あ、これは西さんっていう人なんだと思う、ね、よく見たら主さんってなってたんだね。女性のね、中空は鬼門、鬼門茶ってるんだけど、厄年でね、腹むか死ぬかというね。でもお母さんたちの頃は中空ぐらいで結婚したんじゃないの。まあそうだね、ね、
しかしたら15でね、レイヤーは夢に向きという歌もあったり、ね、15でレイヤーってありましたね。ね、みんなそのぐらいで結婚してますよね、きっとね。じゃあ、ね、そんな時に、ね、一緒になった人からこういうふうに聞いたかどうかわからないですけども、加山雄三、君といつまでも。人からはなんかもう栃木県から東北だってね、なんか言ってますよね。さ寒いんでね。ああの歌ってる人はあの女の人、大丈夫ですかね。今日は歌ってる人は女の人です。ね、あそう。そうあそう。あそう。そうお父さん、ね、声を聞けばね、あそう、あずいぶん高い声の男の人だなってね、よくね、あのね、あの
かわいいこと。南相馬にね、あの仮設住宅たくさんあって、そこに慰問に来た時に、昼間ちょっとね時間があったんで、あのスーパー銭湯行ったんですよ。あれ何さっきユッサって言ったんですよ。そうユッサ、ユッサ知ってます、知ってますかユッサ。でユッサでフロントでね、大人2枚、大人2人って言ったんですよ。そしたらね、青い会員を2つくれたんです。青い会員、男の人と女の人でも会員の色は一緒なんだと思って ね。でそのフロントの前でね、じゃあ30分ぐらい後にって打ち合わせをして別れたんですよね。私はその後のことは分かんないんですけど、どうぞ。そしたらね、あのフロントの人が、って言って呼び止められて、あの、カニって言うから、男だと思った、やっぱり。そうしたら、フロントの人は男だと思って、2つ青い鍵渡したんだって。1個オレンジ色になって帰ってきたんだけど、お父さんも男だと思った。男だと思った、やっぱり。やっぱりね、どこ行っても男だと思われたわ。ここ。髪の毛短いから髪の毛短くてもう女に見えないのね。よくいい男だって言われるんだけど。ということがありました。じゃあ次はね、福島県に由来のある歌で、美空ひばり、乱れ髪という曲です。綺麗な髪。女だと思ったでしょ。違う。今度は綺麗な髪。
綺麗な髪して綺麗な髪して、うん、私らね結構最近道の駅で演奏することが多いんです。でその時もこの音響機材をですねこう持って行ってで、ね、ホールでやる時も小ホールなんかの時もこの本当に同じ音響機材でだから今と同じ音でこうやってます。決してねデイサービスだからといってね適当でいいやとかこんな音でいいだろうなっていう考えは毛頭ございません、ね、一期一会で多分今日聞いたのがねもしかしたら最初で最後まあそんなことないかねやっぱりねその時の印象があれになるんでなるべく私らもねベストを尽くしてやりたいと思うんですけど船方さん大井船方さんでも大井船方さんに似た曲です。次の曲は春日八郎ね、番芸出身のね春日八郎で栃木県の誇る名作曲家で船村徹という人がいましてでね、その船村徹が、まあ、春日八郎の、ね、ために作った曲で別れの一本杉という、まあ、大井船方さんに匹敵するぐらい名曲だと思いますけどねじゃあそれやってみますかね。泣けた
です。アメリカから来たの？電波電波が欲しいよ。上原健っていうね、映画俳優知ってますかね？上原健。上原健。それで相手がですね、女優さんが田中絹代、ね、で、舞台はですね、あの菩提寺というお寺ですね、そこにあのカツラの木が立ってまして、でそのカツラの木の下でね、愛を誓うと結ばれるという、で通称愛染カツラというね、私の大好きな映画でしたけど ね田中絹代というね、女優には憧れましたけどね。じゃあね、まあ以前カツラといえば旅の夜風という、花も嵐も踏み越えて、この意味がね、どうも自分は中学生の頃よく分かんなかったんですね。なんだ花も嵐も踏み越えてっていうのが、ね、まあ、今でもあんまりよく分かんないんですけど、じゃあその旅の夜風を行ってみたいと思います。喋るのが担当で あんまり歌わないんですけど、でもね、ギ
ターがねこう大好きで、中学生高校生の頃からねこうギターをやってたんですけど、でもずっとね小学生から中学3年までね音楽の通信簿はね2でしたね。2っていうのはない、5が一番良くて1が一番悪くて2だったんですよ。高乙兵だったら兵に当たるんですかね。ね、兵隊検査はね、講習合格だったんですけど。ね、江田島航空隊で、その、ちょっと振りが、ね、何言ってくる。じゃあ次はですね、満州事変の頃の歌でですね、昨日までね、薪を割っていた息子が兵隊に取られて満州に連れてかれた。ね、去年と同じだけど息子のね薪を割る音がしねえという、モズが枯れ木でという非常にね物悲しい歌で、知ってる人いるかな、ね、満州事変の頃の歌ですけど、じゃあそのモズが枯れ木
미소라 이발이 미소라 이발이
空ひばり最後にね、もう一回その前にみんなで歌いましょうコーナー。大井船方さんのべまた大井船方さん、どうしてもそこに行くんだね。どうしても大井船方さんに行くんだよ。みんなで歌おうコーナーで、あのふるさとというね、あのうさぎをね、うさぎおいしい門山というね、これ皆さん知ってますよね。お父さんいろいろ興味を持ってるね。ふるさと知ってますよね、うん、ね、バイオリンも入れてやりますから一緒に歌いましょうね。共通してるのは、だいたい子供の頃から
割合性格が悪くて、結構ひねくれ者多いですね。俺もそうだったんですからね。俺も絶対まともに取らなかったからね。それでもちょうど怒られてたんですよ、先生。本当なんか似てるな。親美空ひばりと似てますよね。親美空ひばりと、なんか、ま、前も来た時にその話してた気がする。前その辺にスタート一番前の端っこで座って、ネオトさん、覚えてる？忘れちったんだね。前に一回会ってるよね。会ってますよ。俺、会ってる。俺もう四五回会ってる気がします。四五回も来てくれる。ニューヨークで？ニューヨークじゃない？一応最後になっちゃいますね。もう1時間になるんだよね。早いね。大井船方さん。でも大好きな美空ひばりですから ね。川の流れのようにというね。これを人生の歌で、海に行くのか、ね、でこぼこ曲がりくねってね、どこかへ行っちゃうのか、ね、知ってるところは人それぞれ分かりませんけど。知ってるところは大きい声出して歌ってください。あーっていうとこ最後知ってるでしょ。川の流れのようにっていうとこね。いきますよ。知らず知らず歩いてきた細く長いこの道、
ありがとうございました。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 ありが
この練習をね、今日は知らせてもできましたね。大丈夫でしたね。いや、他でね、他でやるとね、最後の曲です終わるとね、まあ拍手してその後シーンってね、シーンとしてね、拍手をしてみよう。ね、お母さん上手。上手ですね。そういうムードメーカーの方がね、いればね、ね、ムードメーカーとね、目の上の、あ、いやいや、それはいい。じゃあ、アンコールということで、高原列車を行くというね、これも福島のね、これね、あの、ハンカチじゃないですからね、ハンケチですからね、ハンケチフレーバーという、ね、はい、はい、からみんな歌いましょうね。じゃあ